はい、レオンチャンネルのウルトラマン大量買いへようこそ。ちょっと用事があってウルトラマンのオフィシャルショップに行った結果、なぜか1万円も使ってしまいました。何を買ったかというと、目的はこれだったんです。プレ版限定のウルトラマン銀河セブンカラーズコレクション、これが3月15日のウルトラマン銀河の新作映画公開に合わせてショップ限定で一般販売されました。これが3700円でした。結構大きめの箱にウルトラマン銀河の7フォームが全部入ってるんですね。せっかくですから開けちゃいましょう。こんな感じで入ってるんですね。いろんなカラーの銀河が入ってます。おお、これはすごい。お、白い銀河、これは銀河セイバーですね。わあ、これは買ってよかった。ウルトラマンっぽいカラーもいいですね。これを買いに行ってきたんですけど、見たことない商品がいくつかあって、まずはウルトラヒーロープラスチックガムの銀河バージョン、これは初めて見ましたね。それとウルトラヒーローシール、これは両方とも100円でした。しかもエンスカイかと思いきやサンスターです。サンスターってあんまり知らないですね。そしてソフビ系でゴドラ星人とイカルス星人とバキシム、これを買いました。あとはウルトラマン銀河のサウンドキャラッチ、これはライブサインもついててセリフも言うらしいのでレビューしたかったんですよね。これは1600円でした。そしてウルトラエッグですよ。ウルトラエッグが映画公開に合わせて500円セールで売ってました。なのでゴルザとメルバとベムスターと恐竜戦車を買ってきました。ウルトラエッグもまだレビューしてないやつも多いんですけど、安く買える機会だったので一気に揃えました。ということでそんなに高額なものは買ったつもりはなかったんですけど、レジに行ったらなぜか1万円でしたね。では今回買ってきたこのウルトラマン銀河セブンカラーズコレクションはなるべく早めにレビューしますので楽しみに待っててください。気になる人はウルトラマンのオフィシャルショップに行けばかなりの数がありましたから、多分そんなに急がなくても買えると思います。以上、レオンチャンネルのウルトラマン大量買い動画でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。